このフラットスポットという場所は気軽にフラット立ち寄れて、著者や編集者の方と読者の皆様がフラットにつながるというコンセプトのイベントスペースとなっております。本日は小学館ネッコロのいる暮らしの刊行記念といたしまして、ネッコロ加速研究所の江上所長とネッコロライターの飯田一さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ネッコロも座って、ネッコロも座ってますね。ちょっとカメラに映ってないかもしれないですけど、じゃあ早速お話を聞かせていただきたいと思います、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日は雨の中、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、まあ本が出たということで、はい、このネッコロって何とね、はい、これ何なんですか。僕に聞くんですか。私に聞くんですか。それをこれから解き明かすっていう確か時間だと思うんで、そうですね。私もワクワク。じゃあまずがあれですかね。こう我々のこう誰なんだっていう、はい、そうですね。自己紹介をしないといけないですね。はい。じゃあ自己紹介からまず、はい。はい。はい、私ですね。はい、私はこの、まあそこにいますネッコロですね。それを、日夜研究しておりますネッコロ加速研究所の所長で。ありまして、あとついでにコミック編集所とかバンドのストラートダンサーズをやっております江上と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で私はですね、まあ、飯田と言います、はい、ネッコロ評論をやってますね。で、あとこの本にですね、はい、こう監修してくれたこう偉い先生がお二人いてですね、はい、熱ゾロ先生っていうのとニャンシー・リリ教授っていうのがいるんですけど、はい、お二人、まあ、熱ゾロさんは基本的に口述しかしないので、あ、そうですか。私もお会いしたことがなくて、ああそう、はい、高田馬場の雀荘にいますね。あ、雀荘にいるんですか。じゃあ僕あんまり行かないんでね。そうですね、はい、ペラペラ喋ったのを僕は、ああなるほどなるほどって、あ、ゴーストですか。そうですね、ゴーストライターですね。最近流行ってる。ああ今流行ってますね。そうですね、はい、うん、まあ、熱ゾロさんっていうのは、はい、まあ、ヒッピー崩れで植物王国を作っちゃったっていう人なんですけど、はい、あ、はい、まあ、その流れでネッコロも研究してると。そうですね、かなりねお好きみたいですね。今すごい僕声高かったですよね。どうしたんでしょうね。緊張してるんですか。緊張ちょっとしてましたね。あ、はい、そうですか。まあまあこんなお二人というか二人でやっていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあネッコロとは何だということを簡単にこう見ていきたいと、はい、まあ大体ですね、このネッコロっていう生物を見た人、はい、感想を研究所で調べたらしいじゃないですか。はいはい、調べましたね。もう出口調査みたいな感じでですね、日夜こう調べてるんですよ、会った人に。なるほど、ええ、なんか大体こう言うらしいですね。何これと、キモいっていう。何これキモい。確かにこうなんかこうダラーンってぶら下がってますからね。そうですね、なんかダラーンとしたあれがね、先週はですね、初めて大阪、関西お笑いの、はい、ね、天下と言われてる、はい、関西行ったんですけど、はい、全く反応が同じだったんですよ。あ、はい、東京でもキモいって言われて、キモいって、あ、大阪でもキモいって、バンコク共通でキモかったっす。びっくりしましたね。もう一応、これは猫と、まあ、お花がついてますけど、はい、根っこが合体してるからネッコロっていう。まあそうですね、なんかそうとしか見えないんで、ね、まあ人間がこう、まあ、名付けたということだと思うんですがね。こうなんかダランってしてるのは毛じゃなくて、毛じゃないですね、根っこらしいです、ね、根っこですね、養分を取る働きがあるんです。無駄な根だから無駄根って言われてる。あ、無駄な根ですね。だから最近はちょっと削ったり細くしたりっていうのも流行ってるかもしれないですよね。ああ、はあ、なるほど。でこうキモいって言われてる人の率を調べたらですね、すごい、99% の人がキモいって言って、それ以外が知りたいぐらい、それ以外キモいばっかりですね。あそこにいますね、やっぱり、あ、キモいっすね、キモいね、なんだろうって思いますよね、思いますね、本当にキモい。でこれはですね、はい、まあ、じゃあ残り 1% の人は何を言ってるのか、なんて言うんですかね、そっちが気になりますよね。そうですよね、はい、なんかこう、まあ、じゃがいもネッコロっていうのとネッコロが手をつないでるんですけど、うん、ええ、なんかこうじわじわくる、じわじわくる、じわじわくる、あ、はい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 、これはなんか癒しのではないか。実はですね、研究所ではですね、もう少し
精査しましたところですね、最初に 99% の方がキモいと言った2日後ぐらいからじわじわ来るっていう印象に変わってるっていうのも判明してるんですよ、出口調査的に。ゆっくり来てる。だからやがてやっぱりこうなってくると、ここが魅力ですね。時間差で最初はキモいです。あとこのね、じゃがいもがですね、はい、まあ、今日はちょっと連れてこなかったんですけど、今日は反省棒に入ってますから、あ、ちょっとじゃが、こいつが、ね、野菜やりすぎたんで、ちょっとひどいですね。卑猥な生き物。いや、でもこれ別にじゃがいもですよね。そうですね、じゃがいも、たまたまその場所についているだけで、たまたまっていうのもあれですけど、まあね、そうですね、ついてるだけですけど、ちょっとまあね、厳しかったですね。ひどいですね。ひどいですよね。それをまたこうね、捕まるっていう。そう、捕まりますもんね。今日とかやっぱりちょっと新宿には連れてこれませんでした。はい。なるほど。まあこんな感想があるんですけども。あります。ジャガがひどい。こんなね、すごい流行っていると。空前の大ブームが来ている。流行ってますね。本当に感じました。僕、実感として。今日も今も感じてます。今も感じます、ね。感じますね。この大ブームな感じ。はい。まあ、どれくらいすごいのかっていうことをですね、はい、一応見ていきたいと、はい、で例えばですね、はい、こんな写真があるんですけど、これはこれはもしかすると私の、まあ、余儀としてやってます雑誌のですね、連載やってます、はい、西島大輔先生じゃないですか、これ。ああ、DNBN 風とか。DNBN 風というなんか、これ明らかにこう暴力ですよね。あ、これ暴力です、完全に。楽器でぶったたいてます、ね、ぶったたいてますね。どうしたんですか、こんな。いや、意外と冷静なんですよ。ああ、普段。西島先生、普段は。こんなに暴力振るの見たことない。なんかこう、根っこの人気に嫉妬するあまりですね。嫉妬暴力に走ってしまったらしいです、ね。ああ、でも、クソーって。クソってね、あれだけ冷静なね。やっぱり、最近ちょっと、DNBF も、あれですかね。あれかもしれないですね。いやいや、そんなことない。あ、そんなことないですか。あとは、これはどんな動画ですか？あれ、これはね、あ、私も知っております。有名な小説も書かれている、伊藤聖光さんじゃないですか、これ。そうですね。何やってるんですか？何やってるんですか？植物栄養剤を与えてるんじゃないですかね。あ、確かにそうとしか見えないですが、なんかボタニカルライフみたいな、そうですね、栽培をね、なんか一説にはこう今すごいハマ菜園するのってそう、最近ご就寝みたいで、本当ここに入れていいのかどうか分かんないですけど、そうです ね、口から入れる、大丈夫ですかね、口から入れてね、でもまあいいんだと、いいんだとおっしゃってました。そうです、ね、これがいいんだと、大変ハマってると、ハマってると、入れれば入れるほど効果があるっていう、言ってました。ドーピングですね。ドーピングですね。あとこれは何ですか？あ、これはですね、漫画版のネッコロですね。ああ、これはこれね、中川勇さんっていう漫画家さんがですね、はい、漫画家ってこう漫画化したものなんですね。なんていうんですかね、やっぱりネッコロの魅力には漫画家もかなりいろんな方がですね、ハマりまして、俺に書かせろ、私に書かせてっていうかなり声が殺到したんです。はい、はい、はい、やっぱりみんな便乗しようとしたんですけど、その中で中川勇さんがなんとか痛めたという、コンペで勝ったと、コンペがあったんです。コンペの様子はこの本でもね、ちょっと書かれてますけど、はい、しかもなんかこう、はい、なんと7つの雑誌に書いてある、7誌に連載中ですね。すごいです、ね。まあ、フラワーズはちょっと連載中って言ってくれるなと言ってますけど、まあ7誌にこう、すごいです、ね。でも本当にこれ中川さん一人で書いてますからね、こうあとまあ3誌ぐらい増やしたいんですけどね。ああ、なるほど。書くのが大変ってこぼしてましたね。はい、はい、区別がつかなくなってるって言ってましたね。はい、はい、あとなんかすごいたくさんこう、まあ、今日も販売してますけども、まあ、今日もなんか販売してますよね、きっと買えるんだと思う。次々グッズになっている、グッズ人気者 の証拠ですね、これ。グッズってブームが来てからグッズですけど、グッズがもう出てるっていう、もう出ちゃったって、もう出ちゃった、うん、もう出ちゃった。あとこれは何ですか？あ、これなんか、あ、これ僕はヨギでやってます。バンドのこれでもリードギターです。ソニーから CD が出てますよね、このバンド。はい、スマートダンサーさん、ソニーもやっぱりかなり苦しい、今苦しい状態ありますんで、はい、ちょっとキャラクタービジネスに乗っかりたい、ちょっと乗っかろうと思って。いや本当に大変だったと思いますよ。なるほど、ね。で、楽曲化しましたね。中川勇さん、真ん中で歌ってる方ですけど、そうですね、が曲を作りました。ネッコロの歌っていうのを、はい、ちょっと聞いてみましょうか。あるんですか？はい、ちょっとじゃあ手元の、あ、手元のね、
じゃあ曲だけでも本当に非常に手間がかかってる感じの録音ですけど、これ中川さん作曲されて、作詞作曲ですね。やっぱりネッコの嘘が出てます。適当な感じで、やる気がない感じ。調べたらですね、はい、なんとYouTube で400回も再生されている。400回も再生されている。すごいですね。俺何回見たかな。見たよ。しかもなんかソニー的にはもっとキャッチーな曲を作れっていうので、はい、新曲が準備中。そうなんです。ソニーのですね、オニープロデューサーがですね、なんかこれ子供がなんかネッコロネッコロって言ってなんか振り回して踊るみたいな、そういう歌詞じゃない、これダメだ、作り直せっていう。なるほど。今新曲作ってます。なるほどね、はい、すごいですね、はい。まあそんな感じでですね、どんどんこうブームが加速して加速してますね、本当に、はい、驚くべきブームだと思うんですけど、ね、なんかはい、もしよろしかったらこちらの方で座って見てください。はい、あとなんかブームの証拠でですね、この根っこの本物はこういう花が生えてるんですけど、なんか羽が生え、旗が生えてたりとか、ね、この旗まずいですけど、はい、そうですね。あとなんか下手物みたいなのがいたりとかですね。これパチモンでしょ。パチモンですね、はい、人気になるとパチモンが出て、やっぱパチモンが出て初めて人気者って言われますから、これいいんじゃないですか。いいんじゃないですかね、うん、あとはこれは何ですかね。あ、これですか。これはだから何ですかね。いや確かコロッケとか、そうそうそう、ね、勝手に作っちゃったと、公式グッズだけでは満足できないと。そうそう、やっぱりこれもね、ブームの証拠です。なるほどね、はい、もう自分で作りたくなる、もう商品が出る前に。これとかもう羊毛ですね、羊毛をこうやって針でこうやってどん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 刺してるとだんだん硬くなってですね、作るの早いです。あ、意外に早いです。なるほど、自作というか、これもなんかいいですよね。だからかなり根っころかどうかは怪しいけど、なんかその気持ちは分かるんですね、制作者の、はい、ええ、全部気持ち悪いっていうのと、ね、気持ち悪い、キモいところがすごく合ってますね、はい、はい、でこの本がついに出たと、根っころのいる暮らしというのが出ました。出ましたね、これ一作目ですね、はい、初めての研究所の、はい、本ですね、 ですね、はい、まあ、これがどんどんシリーズ化していきたいわけなんですけども、シリーズ化していきたいですね。まあ、とりあえず1冊目は、はい、伊藤淳二先生、桜木先生、田中一先生、はいはい、田中先生、豪華ですね、大変な方々が、一人で1冊出せるような方々がですね寄稿してくださいました。これ、まあ、さっき申し上げましたけど、やっぱり漫画を私も描きたいって言って、あ、うん、なるほどね、もうまるちゃんやめて描きたいとか言ったと思うんですけど、うん、ちょっとコンペで落ちました。なるほど、はい。あとはまあ写真も、あ、そうですね、はい、いい写真がね、本当にこの本に載ってるんですけど、上本一子さんっていう、くるりとかを撮って、まあ、くるり撮ったりとかですね、アーティスト写真もかなり撮って、かなりおしゃれな、ね、おしゃれな方なんです。ちょっとネッコロもね、ネッコロもおしゃれですね、おしゃれですよね、これ見るとね、はい、まあ、そんなわけなので、よろしくねと、ねっていうこれがポイントなんで、これが今ポイントなんで、皆さんこれから喋るときはね、はい、ね、そうですね、ねって、これはなんかすごい悪い顔しますね。悪い顔ですね。これはなんかちょっとダークサイドな、ダークサイドですね。こうブームになりすぎたので、これは中川勇じゃないですか。そう、根っころ一説には根っころは金のなる木だと言ってますらしいですね。そうですね。だから根っころ自身はもちろんよくわかんないですけど、やっぱり人間がそうですね、ちょっと、ね、悪いですね、悪い人間たちがこう寄ってたかって食い物にしようとしてるというところじゃないですか。我々はどこにいるのかちょっと分かんないですけど、はい、いやいや、我々はこう、まあね、自然科学的にそうですね、クリーンです、クリーンにやってますが、もうちょっとこう詳しくね、はい、何なのかということで、はい、うん、結構割とこうよくある質問っていうのはあるんですね。このネッコロって何なんですかって、やっぱり必ずありますよね、質問ね。これは一番多いのがですね、何なんですか、どこのゆるキャラなんだっていうのが一番多いんですね、ネッコロ。ありますあります、どこのゆるキャラってあります、はい、このネッコロタイムスの中に、ね、千代田区で写した写真があったんで、はい、千代田区のキャラですかとかいうこともですね、よく聞かれるんですけど、これどうなんですかね。ですね、はい、ゆるキャラではなくて、これは実在の生物です。
断じて実在の生物ですね。実在の生物、まあ、どこにいるんですか。今どこにいるんですか。ああなんか遠くに、遠くにやっぱりコントロールできないですから、ね、コントロールできないのが実在の生物のね、はい、特徴ですから、ね、まあ、はい、特にあの熊本県を応援するとかね、そういうのないですね。船橋市を応援するとかそういう意図がないですから。ないですね。ないです。ネッコロはゆるキャラじゃなくて、ただ生きてるだけです、ね、ただ生きてます。これは不思議なことです。一切頑張らないですね。そう、応援しないです。誰も応援しないです、はい、あのそうなんです。ただただ生きてる、そこがいいとこですね。そうですね。うん。でも本当にこう難しいですね。だから難しいですね。なかなか。はい。で、あのネズゾロ先生はですね、はい、名言を残していて、はい、ネッコロはゆるキャラじゃないと、ネッコロ応援してる我々はゆるキャラなのであるというそういう哲学的なことです、ね。哲学的ですね。なんかちょっと分かりづらいですけど、なんかすごいこと言ってるような気がします。解説しますと、はい、ゆるキャラっていうのはこう何かの土地を応援するために存在してるわけですよね。はい。でもネコロは別に応援してないわけですよ。応援しないです。ネコロを我々が応援しているわけですね。あ、我々が何か応援するというのがゆるキャラの定義だとすると、うん、我々の方がゆるキャラなのであると、ネコロを応援するゆるキャラとして我々は存在を許されているだけなのであると。すごい深いですね。深いですね。これは、あ、我々があれですか。そうですね。仙徳みたいなもんですか。そうですね。ああ、ひこにゃんみたいな、うん、そう、あ、わかります、わかります。だからなんかつい我々がゆるキャラになっちゃいそうな、こうなっちゃいたくなる、そう、ね、見ると、うん、うん、そんな気持ちを起こさせる、気持ちを起こさせますね。生き物ですね。あそこにいますか、ね、あそこにいます、ほら、はい、ゆるキャラじゃないから、あの思ったようには動いてないですけど、あの、はい、そう、困ってますね、人が。いや、間違いなく困ってます。でもよくわからないからね。すいませんね、はい、ゆるキャラだったら時間が来たらね帰ったりするんですけど、そういうこともしないで、できないと、あと、まあこれもよく聞かれるんですけど、小学館とどういう関係なんだと。そうなんですよ。僕もヨギでやってる雑誌は小学館です。さっきの七の、はい、市も小学館の本ばっかりなんですよ。で、なんでかっていうと、これあの悪い顔してる悪いおじさんなんですけど、ね、これ今小学館の副社長やってましてですね、上り詰めてもう一段上るために今ネコ利用してると。ネコ利用してるんです。はい、なるほどね。まあ、一応は公式見解では円満だっていう話。あ、そうです。この写真で見て分かるよ。公式に夏に、あの公式見解として円満に夏にしてます。円満に夏にこの、ええ、ネッコロも夏にしようと思って。なるほど。夏にしてる感じですね、これ。どう見ても円満な感じですね。そうですね。このこの合意書自分で作ったんですけど、結構、ええ、あ、品型作られた、品型作られ、僕が作らされましたけど、はい、まあ、大変でした、ね、対等な小学館とネッコロのいい関係を表した書面でした。はい、ちょっとこれはあの脱線するんですけど、はい、これなんですか、これ。こう所長があのブクログっていう本をレビューするサイトにこう感想というか自分で書いていて、書いてますね、これ。このネッコロの湯暮らしっていう本は、はい、あのサルマンっていう竹熊健太郎さんと相原浩二さんの伝説の漫画ですけど、はいはいはい、ね、伝説の漫画でですね、これを昔担当されてた、担当しました。本当にこれもう思い出したくもないぐらいゲロが吐きそうな、はい、編集状態で作りました。まあ、それと同じくらいパワーをかけて、はい、かけました。作ったのは猫に暮らして、だから本当に同じような、でどちらもほとんど役に立たない。嘘です。あの、大変役に立ちます。それを聞いて本当かなと思って、はいはい、読み比べてみたらですね、どうでした？大変な秘密を発見してしまったんですね。はい、なんすか？隠された。何なんすか？あの、これはサルマンですね。あ、これサルマンですね。漫画入門書ですけど、これにですね、はい、中に編集長というのが出てくるんですね。あ、この時の編集長ですね。でですね、これよく見るとですね、完全に同じなんですね、さっきの人と。そう、実は同一人物だ。同一人物ですか。この当時編集長で今副社長。当時副社、あ、当時編集長で今は副社長まで上り詰めた。上り詰めた。だからサルマンとこう経て、これは上り詰めて今もう一歩ネッコロで次。ああ、なるほど。っていうのが出世の。なんていうんですかね。そうですね。両方読めばもう出世間違いなしと。間違いなく。プレジデントよりか、サルマンと、サルマンとこれ読むとなんかこう分かると。分かる。はい。いや、そうです。読んでほしいですね。やばいですね。あと、しかもこれなんか、あの、そもそも所長が、あそこにいるネッコを捕獲したきっかけが、相原浩二さんと一緒に千葉の山中に、そうなんですよ。クワガタを取りに行った時に。そうなんです。僕がですね、クワガタを昔から取りたくて、なんか思いっきりクワガタ取りたいと思いながら入社してから随分経ったんですけど、去年、はい、
クワガタをようやく取れる山を、見つけたんですね。で千葉の方なんですけど、でそこにやっぱりクワガタを誰か一緒に取って取りたい人いないかなと思って探してる時に、ちょうど相原浩二さんの仕事場にクワガタの標本があったんですよ。なるほど、うん、行きたいって言ったら行きたいって一緒に行ったっていうのがネッコロを発見、その時ネッコロの穴を見つけたんです、僕は。はい、それが最初なんで、はい、すごいですね。大変こう近しいんですね。海の親の一人みたいな。海の親ですね、相原さん。全く知らないですけどね、猫のこと。はい、はい、あとまあこう、これはご高齢の方から多いんですけど、はい、人類とどういうつながりがあったんだっていうところ、どういうことですか。こう、まあ、犬猫とか馬とかも、まあ、人とね関わりがずっと昔からあったはずだけど、うん、じゃあ猫はどういう関係があるんだと。ああ、はいはいはい、はい、聞きたがるもんですね。はい、これじゃあ古い方からいくとですね、古い方、まず20万年前にはネアンデルタール人とですね共生してました。ネアンデルタール人っていうのは今いるホモサピエンスの前にいた人類ですね、はい、うん、あ、違うんですか。今滅びちゃってますね。滅びてるんですか。なんで滅びたんですかね。まあいろいろ説あるんですけど、ネアンデルタール人って、はい、一説にはですね、こうやって我々喋ってるじゃないですか、はいはい、そうじゃなくて、うん、歌で会話してたって説あるんです。そう、これはスティーブン・ミズンっていう人が歌うネアンデルタールっていう、これは本当にある本ですけど、でそれで主張してるんですね。必ず歌ってたんですか。必ず歌ってたらしいですね。おーいみたいな。そうですね。でなんか伊藤聖光さんにですね、はい、取材した時に、はい、いや猫なんか時々こう歌を歌ってるんじゃないかというか、はい、こう耳を近づけると、うん、なんか聞こえると、メロディーライン的なものが、はい、猫っていうふうに言っていてですね。今どこですかね。猫はどこだか分からないですけど、はい、今も聞こえてるんですかね。あ、まあそういうふうにこう、はい、歌でネアンデルタール人と会話していたんじゃないかと、はい、あ、まあ、今の人間は猫、はい、何言ってるか分からないのは歌心がなさすぎるっていうことですね、うん、でも滅びちゃったんですか。ネアンデルタールは滅びました。まあ、ネッコロが滅ぼしたのかもしれない。あ、深いですね。深いですね。知らない。あとはこう人類最古の芸術の一つですけど、エジプトの壁画をよく見てくださいね。あ、これ間違いなくネッコロですね。間違いなくネッコロですね。はい、キモいっすねやっぱり。あとはなんか、まあ、エジプトっていうとスフィンクスですけど、はい、これなんかネッコロなんじゃないかっていう。これネッコロの顔じゃないですか。これは違うんじゃないですか、今のスフィンクス。これはですね、はい、意味が分かんないですね。赤外線かけたらですね、はい、なんか中に別の顔があるっていう。今はライオンの体に王様のね、ファラオの顔がついてるのがスフィンクスなんですけど、はい、それなんかこう、なんていうんですか、輪切りにするような技術あるじゃないですか、映像でね。あ、知ってます、知ってます、なんかそういうのスキャンみたいな。そうです。それかけたらですね、なんか別の顔があるぞと。それがなんかネッコロの顔なんじゃないかっていう言われてますね。まあそれはまだ研究中ですね。研究中ですね。本当いろいろと分かんないことが多いですよね。はい。あとはですね、なんですかこれ、お釈迦様が生まれた時にですね、蓮の花はその誕生を告げるように咲いたっていう話なんですけども、はい、これも何関係してるんですか。これもこいつだったんで、蓮ネッコロっていうのがいるんですけど、蓮ネッコロ。ゴーグルしてなんかこう息上で吸ってるみたいです。これいいんですか。これでこれも根っこですから。あ、これ根っこなんですか。この根っこですね。根っこですか。あ、そっかそっか。そういうありがたい、ありがたい。じゃあ宗教的ななんか意味もあるんですね。ありますね。各地に残ってます、ね、各地に残ってますね。あとですね、はい、何ですかこれ。これジャガイモ根っこですか。あ、これジャガイモ根っこですね。マハーバーラタっていうインド神話のね、こう、まあ叙事詩があるんですけども、それにですね、はい、ジャガンナートっていう破壊神が出てくるんですね。ヒンドゥー教のクリシュナと同一人物なんですけども、はい、難しい話ですね。難しい話ですね。はい、すいません。それがジャガンナート、ジャガンナート、ジャガンナート、ジャガイモネッコロっていう。自然に移行しましたね。それは、こいつはなんか本当は偉い生き物なんじゃないかと。神聖な生き物としてインドで扱われていたらしいと。ああ、それが、それが 今、ね、今やこんなね卑猥な出禁の生物になっちゃいましたね。そうですか。でもそう言われてみるとなんかね宗教的な感じがしますね。後ろ側のなんかこう、あ、そうですよ、星とかね、星とかね、うん、はい、いいんですかこれ撮ってね。撮っちゃってよかったのかな。まずくねえか。あとこれは何ですか。あ、これは漫画編集の僕だったら必ず知ってます。あ、はい、僕というかヨギでやってる編集業務ですけど、うん、これは日本で最初の漫画と言われてる、はい、鳥獣戯画じゃないですか。あ、はい、
なんかいますね、真ん中にね。これ、ネッコロじゃないですか。これ、ネッコロですね。ネッコロですね。確実にこれ、いじめられてますけどね。いや、でもなんか、いじめてる方がいじめてる意識がないから笑ってるんですかね。嫌ですね、これ。そんな。いじめられてるんですかね、これ。今も昔も漫画に書かれていたと。そうですね、君も出て、なんか、相撲やろうよとか言ってるんですかね。やりたくなさそうですよね。はいはい。あとは、なんか、平賀源内のこう、エレキテルが実はネッコロを見て考案されたと言われてますね。はいはい、あ、そうなんですか。一部では。ああ。あの、平賀源内ってですね、はい、まあ、お師匠さんも自分も朝鮮人参の研究をしてたんですね。あ、そうなんですか、本当ですか。それは本当です。それは本当なんですか。で、なんかその朝鮮人参の研究をしてたら、ネッコロが紛れ込んでたらしいんですね。あの、人参に似て、ちょっと根っこだから。そうですね、こうなんか、こうね、形的にも。形的にも似てたから。これなんだと言ってたら、なんか花が生えてきちゃって、うん、と思って、これはと思って、エレキテルを作ったんですそう、これはと思ってから、ね、エレキテルまで少しこう、距離が普通ないですか。まあちょっとね、その辺はこう、文献がまだ残ってないんでね。ああ、そうですか。なんで残ってないですかね。いや、なんででしょうね。あとはこれもなんかどこかで見たような絵ですけど、これなんですか。これなんか最近ちょっと日本で注目されて、なんか海外から持ってきたやつじゃないですか。ああ、確か、あのこれ若冲、あ、伊藤若冲画風じゃないですか。これ風ですか。風パチモンですか。わかんないですけどね。パチモンですかね、これ。でも間違いなく、はい。ただこれなんか今あんまり残ってなくてですね、これなぜかと、なんでですかね。熱道先生によるとですね、はい、これ幕府とオランダの陰謀によって消されてしまったのだと。あ、そうなんですか。平賀源内ってね、最後はあの本当に幕府の手によってこう殺されちゃってるんでね、はあ、まあどうも根っこに深入りすると世の権力者に消されてしまうらしいですね。あ、そういうことなんですか。はあ、じゃあ平賀源内もその、あの高麗人参かなんかの朝鮮人参の中から根っこを発見しなければ、はい、そうですね、死ななかったし、死ななかったかもしれないし、そこありエレキテルはできたことしなかったと。あ、そう。じゃあどっちが良かったか分かんないですね。であとだいぶ時間が飛ぶんですけども、あ、すごく飛びましたね。最近じゃないですか。あのシリコンバレーでサイボーグ作るのが流行ってらっしゃるんですね。流行ってるんですか、あの頃の。しかもクリーンエネルギーね。これガソリンとかじゃないですよ。ガソリンじゃないですか、これ自然エネルギーで動くんですね。自然エネルギーっぽい感じとはちょっと違いますけど、そうですね。原子力エネルギーじゃないですね、これ。いやいやいや、アトムじゃないですよ。アトムじゃないですよね。ちなみに、あの、なんでこんなにこう、開くかっていうとですね、はい、産業革命以降、あの、はい、人間がこう、大気汚染とかしまくったので、はい、ネッコロが絶滅の危機に瀕してたんです、ね。あ、実はそういう状況もあって、この加速研究所はね。そうですね。一匹一体1はよくわかんないですけど、1本、はい、でも多くのやっぱりネッコロを救わなければ、救わなくてはいけないっていう気持ちでやってます。そうですね、はい、いやでもまあこんなにね儲かるということは分かってたんで、はい、陰でですね、はい、こう養殖しまくっているっていう悪い組織もいるんですよね。あ、そうなんですか。悪そうで、悪い組織に育てられたら悪そうになりますね。悪そうになりますよね。すごく悪そうです。ドミノ大麻ですからね。ああ、悪いですね。悪いですね、これ本当に悪い。うん、いやいやいや、まあそんな後ですね、あ、よくこう買い方を教えてくださいってくるんですね。すごくあれ、すごく多い人ですね、これ。買いたいんですね、やっぱりね。まあ可愛く見えなくもない。ないです。やっぱり猫とかね、やっぱり飼ってるとやっぱりやがてネッコロを飼いたくなるっていう、ね、猫の気持ちがだんだんネッコロの気持ちになるっていう感じだと思うんですね。はい。ただちょっとこれはですね、語ると長すぎるんで。え、長すぎるんですか。3時間くらいかかっちゃうんで。あのね、ちょっとこの本に結構書いてありますので、これ見れば大体わかります。大体わかりますね。わかりますね。あと買ってくれと。そうですね。いうことですね。伊藤聖子さんもね、出てらっしゃいます。あ、伊藤聖子さん、霧吹きかなんかでなんかかけてますね。そうですね。はい。はい、ベタベタした、よくわかんない液体かけてましたけどね。あ、そうですか。なんかいいんでしょうね。はいはい。はい、まあ、それはちょっとこっちを見ていただきたいということですね。はいはい、まあ、ただ、まだ謎が、多いんですね。謎多いですね。浜辺に埋まってたりとか。そうですね、これ。何なんだろうっていう、ね。なんで埋まってんだろうねっていう。あ、うん、ちょっと待った。ごめんなさい。ただなんかあの、はい、まだまだ研究進めていきたいんですが、はい、協力が必要であると。はい。皆様の。はい、例えばですね、これはあの、はい、我々撮った写真ではなくて、はい、
研究所にこの写真が送られてきたんですね。送られてきたんですか、これ。なんか観覧車に乗ってたやつがいたっていう。どうやって乗ったのか分かんないけど乗ってたと。いや、これ乗るの大変ですよね。大変じゃないですか。頭でかいですからね。頭でかいもんね。どうやって入ったかっていうことね。でも乗るの好きなんですかね。いや、高いとこ好きなんじゃないですか。好きなんですかね、高いところが。バカですからね。ああ、バカはねって言いますもんね。はい、はい。まあそんな感じでですね、2つお願いがありまして。あ、2つのお願い。2つお願い。1つ目はですね、はい、まず情報をシェアしてほしいんですね。そうですね。我々ツイッターとかタンブラーとかインスタグラムとかやってるんですけど、いろいろやってるんです。 SNS をね。そうですね。我々だけではちょっと研究が追いつかないので、追いつかないんで、まあ、見つけたりとかですね、あとネッコロはこんな生き物なのだという仮説とかですね、うん、そうですね、急にひらめいたことだけでもいいですよね。そうですね、思いつきでいいので、思いつきでもいいのでシェアしていただけると我々日々チェックしていますので。そうですね、そういう本当に、うん、無邪気な発想からまた新たなね、そうですね、研究が進んだりしますんで。これもね、鶏を対して怯えてるってことは、あ、怯えてますね、鶏にね。なぜ鶏に怯えるのかとか、うん、まあ本には一応一つの仮説は書いたんですけども、まだまだこう、分かんないですか、謎なんでね。ああ、そう、確かに怖がってますね。まあとにかくシェアしてほしいと。シェアしてほしい、はい。あともう一個はですね、グッズを買っていただきたいと。あ、これは、ね、これはですね、単にこう金儲けしたいっていうことでは全くなくてですね、じゃないんですか、研究資金を稼ぐためにグッズを買っていただきたいと。そうですね、やっぱりそれがないとね、原資がないので、こう商売をして原資を稼ごうと。小学館の中でもちょっと今グラフはないんですけど、ドラえもんとピカチュウに回す予算が多すぎて、あ、どうしてもネッコに回ってこないと。なるほど、こういう状況なんですよ。ネッコいくら儲かってるって言ってもドラえもんとかピカチュウには遠く及ばないと。そうですね、あれなんかちょっと矛盾しますけど、ちょっと研究資金としてなかなか回ってくる分がないと。あ、最近なんか他の猫のなんかキャラクターもですね、なんかちょっとなんかそっちの方に資金がいってるって話もありましてですね、なかなか猫に来ないっていう現状が、ね、はい、ありました。悪いやり方でね、儲けてる人いるんですけど、我々みたいな正しいやり方で、正しいやり方ではね、なかなか儲かるような、別に営利企業じゃないですから、ね、団体じゃありませんから、はい、これがこう、まあ、今保護してますけど、あれもこう予算が尽きてしまうとですね、もう保健所に渡すしかなくなっちゃうんでね。そうですね、貴重な保健所困るでしょうねあれ渡されて。そうですね、困りますね。ちょっとご援助いただきたいということですね。そうですね、よろしくお願いします。ネッコ何ですかと、はい、まとめ入りたい。あ、もうまとめでいいんですか。はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。ネッコロまずですね、まあ、はい、ポイントは3つあるんですけども、気になってるんですかね、分かってないですかね。ネッコロと、あと1つ目はですね、はい、キモい、ね、キモい、キモいっすね。だゆるキャラではなくて、うん、まあ、生物なので、まあ、気持ち悪い、よく見ると気持ち悪い生き物っていっぱいいるので、まあ、自然なことなんですね。ゆるキャラっていうのは不自然にデザインしてされてる、ね、あ、そうそう、やっぱり可愛く見えるだけなんです。自然物ってよく顕微鏡とか見るとすっげえじゃないですか。そうですね、ね、気持ち悪いですよね、キモいですよね。でもやっぱり生きてるその生物だからこその何か良さもあるんじゃないですか。そうですね、ありますね。ありますか。いや、あると信じたいですね。信じたいですね。で、2つ目はですね、はい、全く頑張りません。あ、頑張れないです。頑張れない。ああ、ね、看板に使ってますけど大丈夫ですかね、うん、そうですね、猫は頑張らなくて、頑張るのは人間の方ですね、はい、我々は猫のために頑張らないといけないとですね、うん、うん、ほら頑張ってないですね。そうですね、金邪魔してるだけですからね。邪魔してるみたいですけどね、大丈夫ですよ。あとでちょっとね、焼き入れないといけないですね。あ、そうですね、あと反省棒ですね、はい、うん、あと電気ショックですねあ、そうです、そんなことそんなことはしてないですよ。そんなことは研究所内でしないですよ、まあ、電気ショックやるのはスタップ細胞の実験をやってるだけなんでね。あ、3つ目はですね、はい、3つ目なんですか。意味はよく分かんないって。意味分かりませんね、全く理解できないですね。そうなんですね、あまりにも謎が多すぎると分からないんですよ、本当に分かんない、うん、まあ、まあ、だから中川勇さんも自分で漫画でいろんな書いてますけど、あれ何も
考えてないですよね。自己矛盾はもう期待してると思うんですよ、あの漫画は実は、あれどこにかあんのかなって、まあ、面白ければいいじゃんみたいなギャグ漫画特有の、なるほどね、考えでやってると思うんですけどね、分かんないですね意味がね。ね、この特徴はこの3つなので、はい、まあ、今日はぜひ覚えて帰っていただきたいですね。覚える必要があるのかぐらいの特徴ですけど、はい、そうですね、はいはい、まあ、そんな感じですね、まあ、中にはこんなこう幸せそうなやつもいてですね、いや、あのね、本当にあのお子様との人気あります、ね、なんかこう泣く子もいますけど、そうです、うん、こう人類と猫のこう輝く未来のためにですね、いい写真ですね、本当にぜひ応援していただきたいですね、なんか僕もちょっとあのこれ本当裏情報なんですけど、この、はい、なんとかさんという名前の方なんですけど、はい、最近ちょっとね、はい、ちょっとこううつ気味だったらしいんですけど、ね、この撮影があった以降非常に生き生きとしだしたとい う, あ、そう、千葉の方からそういう情報も来たんで、よかったと、いや、よかったです、ね、よかったです、かなり猫を見ると癒されるって、まあ、本当なのかもしれないです、ね、いや本当なんですよ、なんか、うん、癒されてみんな、うん、そうですね、この後確か銚子電鉄で撮影したんですけど、はい、その後確か脱線しましたね。なんかちょっとパワーが強すぎた、パワーがちょっと強かったと思うんですよね、まあ、そんなわけでですね、はい、ネッコロとネッコロ加速研究所、あのぜひ応援いただきたいなと、いただきたいと思います、はい、俺たちの戦いはこれからだ。うるすみたいな感じですか。そうですね、はいはい、はい、そんな感じで今日はありがとうございました。この後あの撮影会を行いたいと思いますので、ぜひお誘い合わせの上ご参加ください、はい、はい、なんかありますか最後に。いえ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 、本当に ありがとうございました。なんか、はい、こんな雨の中、あの猫は雨は好きなんでね、猫は雨好きなんですね、なんかこうわーってやってましたね、だからいつも集客に困るっていう、そうなんです、雨男じゃなくて雨成分、雨生き物、雨生き物、雨生き物雨降らしみたいですね。そうですね、ですね、ちょっと困りますね集客がね、はい、でも、あ、これね、そうですね、これは死んでるってことらしいですかね。いや、そうなんですか、これここから生えてくるんじゃないですか。いや、これ死んでますね。あ、死んでるんですか。はい、あ、なむなむなむって感じ、はいはいはい、じゃあ、ありがとうございました。はい、ここからも猫のことよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。